妙高ニュースでおなじみの環境ポスター、今年の最優秀作品が決まりました。妙高ニュースの時間です。環境ポスターは快適で住みよい街づくりをテーマに毎年募集しているものです。今回は環境とゴミ減量リサイクル、不法投棄防止の3部門に小学生と中学生から全部で219点の応募がありました。環境部門の最優秀賞は妙高高原北小学校6年生の岩堂奈々さんです。この作品はポスターにして公共施設などに掲示します。ゴミ減量リサイクル部門の最優秀賞は荒井小学校6年の与野文香さんです。この作品はゴミの出し方カレンダーの表紙にします。不法投棄防止部門の最優秀賞は妙高小学校6年の川辺美穂さんです。この作品は来年6月の不法投棄防止月間に合わせてポスターにして市内の各地に掲示します。この他の優秀賞と佳作については司法妙高に掲載するほか、この妙高ニュースの中でも紹介していきます。それでは今週の妙高ニュースの放送内容をお知らせします。この後は市内の出来事で妙高高原北小学校が120周年を迎えた話題、越後謙信酒祭りの話題を紹介します。次は市からのお知らせで妙高市非核平和都市宣言についてお知らせします。続いて市民活動紹介です。今回は水上の歴史を親しむ会の活動を紹介します。今回も最後までご覧ください。それでは市内の出来事をお伝えします。ここでは市内の出来事を紹介します。まずはじめは妙高高原北小学校が120周年を迎えた話題です。この120年の間、本校は地域の方々の絶え間ざる情熱と歴代の校長を中心とする教職員の皆様のご努力、そしてこの校舎で学んだ卒業生の方々のご労苦により輝かしい発展を遂げてまいりました。120周年にあたって改めて衷心より感謝を申し上げます。妙高高原地区田切にある妙高高原北小学校が今年創立120周年を迎えました。これを記念した式典が10月25日に開かれ、全校児童167人と保護者、地域の方などおよそ250人が出席。式典は妙高高原北小学校の文化祭と合わせて開かれました。式典では戦時中学童疎開で妙高高原地区を訪れていた葛飾区立石西町会長の浜田光雄さん、平成3年度に101回卒業生として妙高高原北小学校を卒業した畑山博則さんが、それぞれ妙高高原北小学校の思い出を述べたほか、6年生の代表児童がスライドを使いながら妙高高原北小学校の歴史、今の小学校の紹介、卒業生、在校生へのインタビューなどを発表しました。学校が妙高国民学校になりました。仲良しグループ代行の協議をします。今年は清掃時間レースでした。優勝すると校を決めることができます。当時は木造の校舎でした。今の校舎の離婚室。最後には全校児童で校歌を歌い、
創立120周年を祝っていました。次は越後謙信酒祭りの話題です。どうぞ。純米大吟醸になります。はい、どうぞ。市内をはじめ上越地域の地酒の試飲などが楽しめる越後謙信酒祭り2009が10月24日と25日に上越市の本町商店街で開かれました。この催しは今回で4回目となり、上越市の本町3丁目、4丁目、5丁目商店街を歩行者天国にして行われました。当日は上越地域の19の酒蔵で製造している日本酒をはじめ、ワインや地ビールなど様々なお酒が紹介されたほか、武者行列なども催されて会場を盛り上げました。市内からは鮎政宗酒造、君の井酒造、千代の光酒造の3つの酒蔵が参加しました。大勢の来場者が足を止めて試飲を楽しみながら好みのお酒を買い求めるなどしていました。来場者の方にお話を伺いました。今いただきました。美味しかったです。特にこれからまた缶してもいいですし、美味しい季節になります。幸せです。意外と甘口なので、それで意外と飲んでる感じですね。はい。またこの日は市内の3つの酒蔵の隣に妙高市水晶品協会のブースも設けられていました。妙高市の水晶品に認定されているお米や漬物、香辛料、苔玉などが賑やかに売り出されていたほか、妙高の名湯を使った足湯のコーナーも設けられ、訪れた人の目を引いていました。昨年も妙高市の酒屋さんのブースというのは非常に人がいっぱい寄ってくれたんです。そして今回は水晶品協会、それと足をセットにしたということで、なおさら妙高市という一つの酒と食とお湯という宣伝に非常に役に立ったんじゃないかと思っています。次は市からのお知らせです。折々の美しい自然、豊かな恵み、そして思いやりのある妙高市民の心、私たちはふるさと妙高を愛し、平和で笑顔を絶やさない明るい街を守り継ぎたいと願っています。妙高市では10月10日非核平和都市宣言を行いました。かけがえのない命と自然環境を一瞬にして破壊する核兵器廃絶に向けて行動することを誓いました。ここでは宣言文の内容を紹介いたします。私たち妙高市民は願っています。妙高山麓に広がる豊かな自然と雪国の暮らしで培った思いやりや感謝の気持ちを大切にし、すべての命を安心して育むことができる町、生命地域妙高が子々孫孫に引き継がれることを。私たち妙高市民は憂えています。世界各地で紛争が絶えないこと、人類の平和な暮らしを脅かす核兵器や環境破壊行為などが存在することを。私たち妙高市民は報道します。世界平和のため、かけがえのない命と自然環境を一瞬にして破壊する核兵器廃絶に向け、世界中の皆さんと手を携えて。私たち妙高市民は地球上のすべての人々が豊かな自然に抱かれ平和に暮らし続けることを願い、ここに決意を新たに非核平和都市妙高を宣言します。宣言に至る経過については司法妙高11月号に掲載しています。平和を願う心を結集し、自然豊かな妙高を守り続けていきましょう。